皆さんこんにちは、おはようございます。エミです。お元気ですか？いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今日の BGM はハッピーマーチというものを選ばせていただきました。まずはね、風さんの YouTube チャンネル登録者が300万人突破ということで、ね、素晴らしいですね。まずこちらをねお会いしたいと思うんですけれども、でこれね、あのラブオールサーブオールステージアム、ライブ、私先ほど4回目を見終わりました。これ毎回見るたびに発見がございまして、で今回はね、あの先日私が生配信させてもらった時に、皆様からねもうたくさんのポイントというかね、ここは良かったっていうのを教えてもらったんだけど、それで私が見逃してるところとか忘れてるところがあったんでね、それも見てね、もうたくさん気づいたことがあったんですけどもね、今ね私すごく胸熱でして感動してるんですけども、なぜかというとエンドロールって気づいてしまったんですよ。私ずっと前から気になっていたことがあって、それはなぜ風さんがね、風藤井じゃなくて藤井風とローマ字でも言うのかっていうことですね。あの普通、例えば私山田恵美ですけども、こっちでは恵美山田になるんですね。英語で書くときっていうのは名前が先に来るんですよ。そして苗字になるんですよ。そしてまあネットフレックスでも何でもそうですけども、まあ、日本人の人がそういう名前を英語で書くときは名前と苗字を反対に書くんですよ。だからね、なんで風さんはいつも藤井風というふうに、もう日本語の読み方をねそのまんま、あの反対に風藤井にしないで藤井風って言ってるのかなって、めっちゃこだわりがあるんじゃないかなって感じてたんだけども、このエンドロールを見て私はねそれを確信しましたね。で、私のただの想像なんですけれども、というのはこれ風さんだけじゃなくて、全ての方の名前が全部苗字、あのダンサーだけは違いましたけどね、まあ、ダンサーの方はあの違うんだけども、もう他の方、スタッフの方、全てのお名前が苗字と名前の順番で書いてあるんですね、日本語と同じように。でこれどこでも見たことがないんですよ。他のネットフレックスで日本人が出ているのとか見てみたんですけども、全部やっぱり名前と苗字という感じでね、アメリカとかで言われているように直されて書いてあるんですね。だけどもこの風さんのスタジアムライブのエンドロールは全部もう日本語の読み方と全く変えずにそのまんまローマ字で書いてある。これめっちゃ日本のことを大切にしてるんじゃないかなと思ったんですよ。それで今めっちゃ胸熱なんですけれどもそういうこだわりがあって風さんは風藤井じゃなくて藤井風というふうにローマ字でも書いてるのかなっていうふうに、めっちゃねそれをね確信してしまったというか、そういう気がするんですけど、どうでしょう皆様。わからないよ、聞いてないからね風さんにね。でも私はそう感じてしまいました。それでめっちゃ感動してます今。あとなんか尺八だけがねエンドロールは漢字だったりとかもするんですけれども、あと衣装とかも風さんすごくこだわってる気がしてね、まあ、スタイリストさんが選んでくださってるのかもしれないけども、この前のあのシリーショップ大賞の衣装もあのそういう日本の心というかね、そういうのがすごくこもっているようなものでしたよね。そういうのが多いんじゃないかなっていう気がしてね、いや私は本当にこのエンドロールに感動しておりますで私の勘違いかもしれないけど、わからないよ。でもね私は本当にね、あのその風さんが風藤井ではなくて藤井風というふうにね言ってるののこだわりをね、私はちょっと今ね確信したような気がするんですけども、どうなんでしょうね。いつか風さんに聞いてみたい気がしますが、はい。でも本当にねこの皆様が教えてくださって、私が見逃してたところとか忘れていたところね、もう全部回収しましたよ。例えばあのへでもねえよってね、あの黙れのところ、見たことのないポーズをしているって言ってたんでね、見てみたら本当に見たことのないポーズしてましたね。あとは最後にピストルを してるとか、風さんがね衣装チェンジの時に走っていく時にこう投げキッスをしているとか、なんかたくさんいろんなのがあるんですけど、最後にこう床を触っているとかね。あと私が気づいたのはね、あの帰ろうの時の後ろのマークよく見てね書いてみたんですよ。そしたらあれ何これ、ひまわりに似てるって思っちゃってうん、それがねちょっとねまた感動してしまったんですけども、ひまわりに見えてしまったっていうね。うん、
ということでね、もう本当にいろんな発見がございましたね。でも本当エンドロールにまだ胸熱の私でございます、はい、でも本当これね、あの日本人の名前でローマ字で書いた時に名前名字の順番ではなく、あのアメリカとかそういう形式ではなく日本の形式で名字名前の順で書いてあるのがあったら私ちょっと教えてほしいですね。私は初めて見たから本当にびっくりしたんですけれども、ということでね、はい、皆さんも何か気づいたことがあったらね、またいろいろ教えてくださいね。そして昨日のね、私の配信にも視聴者様たくさんの方からね、いろんな気づいたこととかいろいろとコメントいただきました。まずはチャムさん、チャムさんはまずはもうチャンネル登録者が300万人になったということでね、ネットフレックス効果もありますねということなんですけども、9年前の2013年風さんのカバー動画かげろうデイズ耳こきがアップされています。見ましたか？複雑な曲を見事に弾いています。 UFO あの夏へと同時期です、ということなんですね。いやーチャムさんいつもねいろんな気づきを教えてくださりありがとうございます。そしてムーンリバンさん、エイミさん、土曜日の生配信とっても楽しかったです、ありがとうございました。私コメントで一つ修正しないといけません。風さんが尺八の長谷川さんのこと長谷川翔さんと紹介したと書いてあるんですが、正しくは長谷川翔山です。前日の15日は長谷川翔山さんとさん付けだったそうです、ごめんなさい、ということで、なるほどね、長谷川翔山って言ったんですね。でも翔さんとも聞こえるよね、ありがとうございます。はい、そしてね、生配信楽しかったということだったんですけども、私もめっちゃ楽しかったんですけども、メンバーシップの生配信をまたね、今週の土曜日同じ時間12時からやろうと思っておりますので、もし興味がある方があったらね、ぜひね、1ヶ月でも入ってみてくださいね。そして、のんのんさん、えみさんの和曲、もうすぐ6000人ということなんだけどね、そうなの。これね、私1週間ぐらい前からなぜかわからないけれども、もう50人とか増えてて、でその次の日が30人とか増えてて、何この現象とかって思っててね。でもね、昨日とね、一昨日はね、一人とかだったんですよ。だから、なんか、ああ、また普通に戻ったと思ったんだけども。そしたら昨日、視聴者さんから何の気なしに藤井風でブログを検索してみたら、この方のパナスタ報告のブログが面白くて読んでいたらこれを見つけました。エミさんの配信をご覧になったようで、おすすめからのエミさんね、ということでね、私読んでみたんですけども、あ、なるほどと思って、こういうとこで私のことをね取り上げてくださっていたのも影響あるのかなと思ったりしましたけどね。はい、教えてくださってありがとうございます。そしてモモンの風さんからね、昨日私が紹介したのスケートで風をで踊ってた方ですねの動画のことについてなんですけれども、少し前に名古屋の見えるラジオというもので風さんの LAT の名古屋公演について熱く語っていたのですが、その中で男性の MC の方が自分の娘さんがフィギュアスケートの強化選手になっていて、今度風さんの曲で演技するんだと話しているのを聞いて、いつか風さんの曲がスケートリンクに流れているのを想像して感動していました。そこでこの動画を見つけて、あの方かなと思いました。定かではありませんか。一応そのラジオの動画もリンクを送りますね。この中で MC のボビーさんがこの顔かにも道で風さんにばったり会って、娘が今度曲を使わせてもらいますって挨拶したとか話していました。びっくりです、ということで、それはびっくりですね。そうなんですね。私もこのラジオのリンクをでは概要欄にね付けさせていただきますね。ありがとうございます。そして、ゆかりんからね、えみさんおはようございます。あの時書けなかったことを今書きますね。オープニングがスターウォーズのごとく小中会場にどこかの惑星から愛の伝道師使者が降りてきたように見えました。ビジュアルがめちゃくちゃかっこよいのに、時々内股になる風さんが可愛い。サックス吹いてるとことか。風さんの歌詞、メッセージは外国の方はどう捉えるのでしょうか。とても興味があります。そしてまた多くの方を風さんは救ってくれるのでしょうね。この映像は CEO の会長も見られてどう思うのかな。風さんに会ってみたい。コラボしてみたいと思うアーティストの方も絶対いると思うし、つつさんはそのオファーに追われているだったら嬉しいですね。風さんの全てが詰め込まれたライブ、たくさんの方に見てほしいですね。最後に、もう悲しくはないですが、
やっぱりあの空間に私もいたかったなとつくづく思ってしまう自分がいます。ということでね、いやそれが素直な気持ちですよね。伝えてくれてありがとうございます。そしてナッキーさん、エミさん、昨日は楽しい生配信ありがとうございました。そしてクロちゃん、素敵な朗読ありがとうございます。しっとりした声にうっとりでした。文章力、想像力、すべてにいつも感動です。しかしパナスタ、あそこに確かにいたのにな、記憶がないと何人かおっしゃっていましたけど、本当記憶ない箇所が皆様の観察力素晴らしい。本当そうですね。風くんの体感が素晴らしい。確かに参考までに興味のある方に、過去の記憶、ミュージカルを目指してトレーニングする役者はまず呼吸法を勉強します。ダンスは胸式呼吸、セリフ、歌は腹式呼吸です。では歌って踊るときはどうするか。胸とお腹の間の脇腹に空気を入れます。そうすると歌って激しいダンスも一緒にできるようになります。ではどうやってその方法を身につけるか。床に仰向けに寝て呼吸し、今度は声を出しています。これが腹式呼吸だよと体に覚えさせ、次に立って先生が自分の脇腹を手のひらで触らせて、ここに空気を入れるんだよと、そこが息をすると膨らむのです。自分たちも真似をしました。風くんがボイトレで身につけたのか、自然にできちゃっているのかは分かりませんが、もともと天性の才能を持つ彼が自分の体を表現するのに必要なスキルを身につけたのですから、これこそ鬼に金棒、どこまでもどこなでも届く素晴らしい声。そして声はまず届くように出す、そして抑えることを覚える、そしてあの風くんの独特のささやくようなボイス、もうみんなこれでやられてしまうんですよね。彼はまだ25歳、一体これから先どんなことになっちゃうんだろう。マイケルを超えてしまうのではと思うのは私だけではないはずです。ということでね、ナッキーさんありがとうございます。ちょっとめっちゃプロのなんか方法を教えていただいたような気がしますけれども、はい、私もちょっとやってみようかなと思いました。ありがとうございます。そしてね、今テリさんからこんなメッセージが届きました。エミさん、テリです。ニコニコ様です。今日3月13日は私の誕生日なんです。還暦プラスピー歳になりました。今年の誕生日は特別な思いがあり恐縮ですが、記念にエミさんとカズさんに歌っていただきたくお願いします。この1年の出来事は予期しない経験と感動と感謝の思いが多い1年でした。毎年誕生日を迎えることは当たり前ではないのだと、無理せずに自分らしく周りの人と笑顔で過ごそうと日々考えるようになりました。以前にもお話ししましたが、去年6月名古屋で突然心臓発作を起こし、たくさんの方の助けと幸運が重なり緊急搬送手術で命を助けていただきました。心臓が苦しくて動けない、でも意識はずっとあって、倒れている私の周りで見知らぬ人たちが一生懸命助けようとしてくれている、声や動きが聞こえる、今思い出しても胸が熱くなります。自分は生かされたのだと思っています。この経験は一生忘れないでしょう。そしてカズさんの言葉ヘルプエバーにリンクし、ますますカズさんの歌が心の支えとなったのは確かです。あれから当選した10月のパナスタ初ライブを目標にリハビリしてました。お一人様が好きな私がなぜかエミさんに初コメし、風友さんたちとのつながりが始まり、一度も会ったことがない人たちと楽しく心が通じ合う経験を知りました。退院後初めての遠出だったので不安でしたが、タコさんがひまわりの内輪を持って探してくださったり、集まる皆さんの笑顔は忘れません。行きたかったフードエリアには体力不足のため行けず、ジュンジュンさんたちから焼きそばやチラスを分けていただき、本当に安心して楽しかったのを覚えています。ですがライブの方は記憶喪失なんです。10日ネットフリックス配信はこれも奇跡と思っています。
話は変わりますが、先日311には仙台セキュアリーラインつながりの風友さんたちから壮絶な体験を教えていただき、涙してしまいました。薄れていく記憶、被害に遭ったたくさんの犠牲の方々を忘れてはいけないと改めて思いました。セキュアリの皆さん、辛い思いを打ち明けてくれてありがとうね。 3.11、 あの日私はアメリカ・ニューヨークにいたので体験してないのですが、その10年前に起きた 9.11 同時多発テロの時とリンクしてしまい苦しくなります。当時私はアメリカの金融会社の日本支社に勤めてて、ニューヨーク本社の知り合いを多く亡くしました。エミさんは当時すでに LA にいらしたのですよね。気軽に話すことではないですね。そうですね、私もこの日はロサンゼルスのダウンタウンの銀行に勤めていて、そして会社に着いたでね、テレビをが休憩室にあったので見たら、もうちょうどタワーがこう倒れていく時で、もうすぐさま家に帰りましたね。そしてそのニューヨークのビルには、私はみずほ銀行で働いていたんですけども、やはりその関係者がビルにいて、そしてまあ、たくさんの方が亡くなりました。はい、それにより長年勤めた好きな会社も辞めざる得なくなり、その後のキャリアの転機となりました。20代まではバレエとダンスに青春をかけ、30歳からはバリバリに仕事をしてきましたが、本当人生何が起こるかわからない。何はともあれ、風さんを知り、エミさんつながりでたくさんの方と出会えたことから始まり、救われ誕生日を迎えることができました。この経験はこの年ながら必然なことだったのだと思います。長くなってしまいすいません。今日の誕生日からまた新たな人生が始まると思っています。エミさん、風友さん、いつも楽しい配信コメントありがとうございます。これからもよろしくお願いしますね。でもありがとうございます。もちろん喜んでお誕生日お祝いさせていただきますね。ではまずいつも通り風さんに歌っていただきまして、風さんが歌い終わった音から私歌わせていただきますので、皆さんもよかったらぜひ一緒に歌ってテリーさんのお誕生日お祝いいたしましょう。では風さん、よろしくお願いいたします。 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear テリーさん。 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to youHappy birthday, dear Terry-san. Happy birthday to you. テリーさん、お誕生日おめでとうございます。テリーさんにとって素敵な一年になりますように。そしてテリーさんのお誕生日3月13日の言葉は、 We do not remember days. 私たちは日々を覚えていません。 We remember memories. 私たちは記憶、思い出を覚えています。ということでね、そうですね、うん、思い出、たくさんいい思い出を作りたいですね。そしてね、今日もロサンゼルスの景色で終わろうと思ってちょっと外に出てみたら、リスちゃんがちょこーんって私を待ってたかのように座っておりましてね、私もじーっと見てたら向こうもこっちをじーっと見ておりましてめっちゃ可愛いよね。ということで今日も皆様にとって素敵な一日になりますように。 Have a lovely day everybody. エミでした。ではまた。